どうでしたか？いけそうですか？絶対いける絶対優勝できたと思いますか？よかったです。感想じゃリーダーがどうでした？いや、結構なんか手応えがあって本当絶対優勝なんてなった自分たちで。いや120点。みんなは1002点。1002って何？きらめきさん、チームメイク1002点らしいですけど、どうでしたか？1020点です。今日も夏は1030点。2000点。2兆点だって。どうする？一内ゆた点。何？どうだった？楽しかったっす。なんか大人ぶっちゃってるんですけど、何点でしたか？1002点。リーダーさん、今日の感想。楽しかったです。ちょっとこっちが。どうでしたか？そこのベタベタ夫婦。のーちゃん、今日は何点ですか？チームは100点だけど、自分は2点。見て。そんなこと言わないの。ね、一緒に励まして。まあまあ、一生練習しな。お前水を差すなよ。今日はどうでしたか？楽しかったです。何点ですか？120点。キメ顔。さあ、それでは続きましょう。それではいきましょう。2024ワールドダンス東京ジュニアディビジョン準優勝チーム、獲得ポイント 90.67 ポイント、獲得した写真はこのチームです。ハッキラミキャンディやったよ。愛してる愛してる、おめでとう。ありがとうございました。見事頂点に輝きました、きらめきグルトにお願いします。はい、お疲れ様です。はい、じゃあチーム名教えてください。きりめきです。はい、アメリカの土地ではどういった結果を目指して練習してますか？アメリカではもうジュニアも2日目の総全部の方も、うん、両方とも優勝を取れるようにしっかり日本のここからしっかり練習して、アメリカでもしっかり調整とかして、万全な準備をして、舞台に臨みたいです。自分たちのこう完成度的にはまだ40点とか、一番チームの課題として何が
今後の意気込みを教えてください。ザ・ダンスデーでファイナルの方行けなくてすごく悔しかったから、その分ちゃんと今回の WOD では優勝を取って、そこからまた次につなげていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。チームの出来としてはまだ全然仕上がってないと思うので、もっと締めてアメリカまでには完璧にして絶対優勝したいです。おー、じゃあリーダーさん、副リーダーさんからして今何点ぐらいですか？まだ全然20点とか10点とかぐらいだからそこの100点じゃなくて120点いくよ。できた。じゃあ意気込みをどうぞ。去年に引き続き今年もチャンピオンシップで優勝して2連覇取って帰りたいです。はい。